ミラノを拠点に活動するデザイナー伊藤節忍。ミラノサローネ国際家具見本市にも34年にわたって参加し続けており、今年もさまざまなブランドで作品を発表していました。今回はそんなヨーロッパの第一線で活躍する2人のミラノのプライベートレジデンスをご紹介します。こちらにあるのはほぼ私たちのデザインになります。例えばこの木の机ですとかは2人でも使えるけど、こう大人数でも使えるし、はたまたはちょっと打ち合わせにも使えるような大きさになってます。こちらはリーバー1920というイタリアのブランドなんですけども、足をデザインしてます。で、天板は変えられるんですね。で、このうちの場合はカウリという3万年前の木を使って、穴の開いてるところは樹脂で補強した非常に珍しい天板になっています。長年のキャリアを通じて大小さまざまなあらゆる家具をデザインしてきた2人。テーブルに合わせているのは紙のように薄い革を使ってデザインしたというチェアで、キャビネットは日本のわびさびをモチーフにしたというデザインです。別室のキッチンはイタリアドロミテの天然大理石を使用し、設計は自身で行ったという特注品。そして簡単な食事に使用するのはミュンヘン近代美術館の収蔵品でもあるこちらのテーブル。個性的な家具の数々を使いながら、全体で調和の取れた空間を見事に作り出しています。空間のデザインっていうと、やっぱり客観性がやっぱり一番重要だと思ってるんですね。で、それで離れてみてやっぱりいいと思うっていう空間には痛くなるんですね。で、プライベートレジデンスっていうことになりますと、ちょっと前の家までは本当にシンプルにしていたんですけど、最近ちょっと傾向が変わっていて、素材ですとか表面加工サーフェイスとか、なんか少しこう心に引っかかるものとのコンビネーションがいいなっていうふうに思っています。そんな2人のインテリア空間には、2人が手掛けた家具以外で特別な意味があるものが2つあります。一つは伊藤節の父が作ったという石の彫刻作品、もう一つはひときわ目を引くこちらのカーテンのような照明器具なのだそうですが、一体誰の作品なのでしょうか。アンジェロ・マンジャロッティですね。彼は僕の師匠でもありますし、僕たちの結婚の仲人でもありますし、1990年だと思いますけれども、フィレンツェのフォルテッツァ・ワッソっていうお城ですね、そこで彼の個展が行われた時に、一番高いところのドーム状の天井からこうバーッとこれを長く吊り下げていて、僕それはすごくショッキングっていうか、すごいなこれって思って、実はそれが頭にあって、この家を改装した時にぜひマンジャロッティの作品を一つは入れたいって思った時に、これせっかく天井を高くしたのでそこから吊ろうっていうふうに思って、まあそういう形で一つ我々の思い出のマンジャロッティ先生の作品をここに置いているんですね、はい、自身の足跡である家具の数々と大切な人たちが残してくれた作品や家具、それらを組み合わせて作り出した伊藤節忍の素敵なプライベートレジデンスでした。